喜べ。貴様らの処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ、俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。え、一人じゃどうにもならんと今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ。連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いった。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。ずいぶん薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そうね、クズ、ゴミ失礼。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん、お前俺様が誰かわからないのか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。よかろう、カブ、聞き届けたり。契約だ。我々、汝は我、己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みる者よ。その怒りに我が名と共に解き放て。たとえ地獄につながれようと、全てを己で見定め、強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。
絶対に逃がすな。